ジョルジュ・ムスタキは、フランスのシンガーソングライター。エジプト・アレクサンドリア出身のギリシャ系、セファルディム・ユダヤ人。本名、ユセフ・マスタッキー。ジョルジュ・ムスタキ・ケルキラ島出身のギリシャ系ユダヤ人の、両親がエジプトに亡命中に生まれた。フランス系の学校に通っていたが、民族など様々なトラブルがあり、自らを、メイディテレネン地中介人とみなすようになる。 17歳の時にエジプトからフランス・パリに出る。パリは実存主義者の終わりの時代で、ムスタキはパリのサガンを生活の場とし、時々友人のために曲を書いたり、カフェやキャバレーで歌ったり、エジプト新聞の特派員、本屋のセールスマンなどをしていた。1957年にアンリクローラを通してエディット・ピアフに紹介され、約1年間の恋人生活を送り、ピアフのために たくさんの曲を書いた。中でも作詞したミロードはヒットナンバーとなり、ムスタキの名が広まる。その後、イブ・モンタン、ダリダ、アンリ・サルバドールらが曲を依頼する。また、映画や TV の音楽も担当している。ムスタキは、フランスの伝統を受け継ぐシンガーソングライターの第一人者で、イタリア、ベルギー、スイス、アメリカなどでも人気がある。また、 伝統的なシャンソンだけではなく、サンバ、ボサノバ、フォルクローレなどの要素を巧みに取り入れた曲風も少なくない。とりわけ、ブラジル音楽について、1972年のブラジル訪問は自分の音楽観を一変させたと語っている。その歌い上げるテーマは、愛、旅、孤独から自由、戦い、革命まで幅広い。ギリシャ語、アラビア語、フランス語を話し、 旅行、絵画、オートバイが趣味である。2013年5月23日、ニースで死去した。79歳没。歌手としてのキャリアは長いが、本格的な歌手デビューは、1968年に、当初ピアコロンボのために作り、69年に、自身も吹き込み大ヒットした、レミテックと言っていいだろう。前年68年のパリ5月革命の予熱の中で、 フランス社会でタブーとも言えた、獣医府ユダヤ人という単語をロマンチックに歌い上げ、自由を求める時代の気風によって、ムスタキは初めて歌手として広く認知されたと言える。ムスタキ自身は、このレミテックのヒットについて、辞書、レフィー・ユラメモワールで、あるものはそこに、世の中からはみ出したもののロマン主義や絶対自由主義を、また他のものはそこに、政治的、 イデオロギー的、戦闘的、1968年的な合言葉を見て取った。移民たちは、アメリカの黒人が言うところのブラック・イズ・ビューティフルに、匹敵する、自分たちが他者とは異なっていることへの誇りをそこから、汲み取った。それは祖国をなくした人々の参加、無国籍者の集合の叫び、無線旅行者たちの要求だった。僕にとって、それは、 ただの恋の告白の歌だったと語っている。1969年に発表した、レタンデビブレでは、聞いて、ご覧、5月の壁の上で、言葉が震えている。いつかすべてが変わると確信を与えてくれる。to エ possible, to ーミ per me から、すべてが可能で、すべてが許されると5月革命時の有名な落書きのスローガンを曲にして歌った。1972年の、 エンメイディテロネでは、70年代に入っても、独裁政治にこうするスペイン、ギリシャの民主化運動に捧げて、アクロポリスでは、空は藻に服し、スペインでは自由は口にされないが、地中海には秋を恐れぬ、美しい夏が残っていると歌い、まだ発売される前の1971年に、フランコ独裁家のスペインバルセロナ公園で発表する。1974年の、ポルでは、 理想なんて実現しないと思い込んでいる人々に、ポルトガルにはカーネーションが最短だと言ってやってください、と、カーネーション革命を祝福して歌った。また、同年のスペインの独裁者、フランシスコ・フランコ紀督の方に、フラメンコで、フランコのいないスペインは、お祭り騒ぎになるだろう。僕はそこでフラメンコを聞きたい。地中海のほとりで歴史の風向きが変わったと歌って、 物議を醸し、フランスのスペイン大使館はレコード会社に、フラメンコの発売差し止めを申し入れるという外交問題にまで発展した。ムスタキは常に社会変革の運動に心を寄せ、5月革命の最中に、そして90年代に入ってもたびたび、ストライキを行っている労働者たちのピケットで歌った。自身の曲に、ストライキを戦う労働者たちに捧げて、 戦う者に名はつけられない。しかし人はそれをレボルシオンパーミネンテ永続革命と呼ぶと謳ったサンズラナマーがある。また、ムスタキは2007年フランス大統領選挙においてフランス社会党のセゴレーヌ・ロワイヤル候補の支持を表明し5月1日のロワイヤル支援集会にも参加した。ムスタキの墓日本には1973年の 第2回東京音楽祭のために初来日した。1976年には、日本全国23カ所のコンサートツアーを成功させた。1995年には、夕張国際ファンタスティック映画祭の震災委員長を務め、映画祭の直前に起こった阪神、淡路大震災の被災者のために、急遽、阪神大震災チャリティーコンサートを、栗原小牧、あがた森おらと開き、 集まった義援金40万7千円を被災地の兵庫県に送った。生涯で通算8度来日している。日本人アーティストへの曲提供では、桃井香里の1984年のアルバムに収録された愛の出らしねの作曲を手掛けた。ムスタキは日本館として広島の敗者が彼らの伝統と精神性を放棄しつつ、 勝者の価値観に同調していると言ったくらいの漠然とした証国でしかなかった。ビクトリア王朝的な厳格さ、馬鹿丁寧にペコペコすること、常に自制心を失わないこと、能率の良さ、何が何でも時間を厳守すること、これらに対しては何の魅力も感じない。冷静な微笑の裏には本物の親切があると書いている。1974年4月から、 TBSK で放映されたテレビドラマバラ色の人生の主題歌としてマソリテュードが使用された。劇中にもムスタキの曲がふんだんに使われた。大塚博士道佐藤宗幸らはムスタキを敬愛しムスタキの曲をカバーして歌う。現在ポリドールレコードから日本版として発売されている私の孤独ベストオブジョルジュムスタキが比較的入手が容易である。 ありがとうございます。